本当でもどうやって出るんだろう外に。仕掛けがございまして。はい。あ、ちょっと待って。え、待って待って。知事、今日紫苑亭にいらっしゃっていかがでしたでしょうか。いや、もう素晴らしいですね。はい、別世界です。お部屋もいいし、またお食事もいいし、ぜひ世界中の皆さんに、はい、この素晴らしさをお伝えしていきたいというふうに思います。やはり山陰のゆったりとした時が流れている、これが今見直されていると思います。はい、コロナ禍の今だからこそこういうところをぜひ訪れていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。着物を着て山陰の美味しいところ、面白い場所を紹介しているミカチャンネルです。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はですね、思わぬ雪になりましたけれども、米子市海底温泉に令和3年3月3日にオープンをする宿紫苑亭さんにお邪魔をしました。ぜひ楽しみにしてください。ではマスクを着用して早速お邪魔します。何ですか？あ、好き好き好きだ。あ、好きなやつだ。ブランマンジェ好き。ね。これが？こちらがティラミス。ああ、そしてマカロンとドライフルーツ。ドライフルーツも美味しそうですね。おお、すごーい。このなんかおしゃれな飲み物ですか？ダメでしょ。じゃあ先にお邪魔させていただきます。こちらスパランジェ。なんかスパランジェでございますか。スパランジ。何回も聞くのよ。スパランジって何ですか。え、ここは宿泊の方が来るようになる。お知らせてないんですけどね。宿泊いただいてる時にはお知らせいただいてることになっております。あー、すごいんだけど。すごいんだ。露天風呂もついてます。しかもなんか外の露天風呂の形がなんかかっこいいんだけど、なんかヨーロッパ風って言っていいのかな。へえ。ちょっと入られますか。入ってない。社員の方もまだ。雪が降ってしまったのでお庭が。でもこれもまた良しですよ。この風情がある感じがね。いいですね。なんかここだけ時が止まりましたよ。私今すっごい静かなんですよ。あ、鳴ってますけどね。誰かの携帯が鳴ってますけどね。ちょっと閉めてみますよ。この私が無言になりますよ。無理無理。すぐ閉めたくなって。私たちが泊まる若草というお部屋です。こんな感じで広いんです。そしてここは床暖、あったかい素敵なお部屋ですね。雪景色眺めながらのんびりできそうです。ありがとうございます。ローストビーフサラダ。境港産トラフグのカブラムシの上にアワビ、あんと絡ませてお召し上がりください。うわ、美味しそう。この景色の中、この景色の中でこんなに美味しいものをいただけるなんて最高。うん。
幸せだ。のどくろと白バラ、冬トリュフの香りとともに。すき焼きがだから、なるほど、包んであるってことね。これこうなってるの。うん、めちゃくちゃジューシー、うん、これでもちゃんとすき焼きだね。うまい、味がするすき焼きになる。ねえ、すごいんだけど。わー、出したい。わー、長い芋と牛肉とフォアグラー、フォアグラ。うん、すごいスモーク、本当だ、スモークの香りがする。ここに来てこの豪華さ、いや感動の品々だったね。マジでもう一回来たかった。すでにもう一回来たいね。おちさん、私たちの泊まっている部屋よりもちょっとグレードのアップしたお部屋があるということなので、はい、ちょっと見せていただけますか。かしこまりました、はい、ここですね。わー、名前がクモンというお部屋。はい、うわー、すごーい。いいですか、中に入らせていただいて。うわー、この感じすごい。しかもここもう足元大理石ですね。大理石です。すごい。なに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 、すごい。すごい。クイーンサイズのベッドを使用しておりまして、シモンズのベッドでございます。シモンズのベッドですよ。寝心地がいいですよ。ありがとうございます。はい、すごい、なんか全部が統一されていて、こういう照明とかも本当に美しい。細部にわたって気が使ってあるというのが感じますね。すべての部屋にきちんとお花が生けてあって、本当に素敵です。外も眺められるし、こちらがお風呂でございます。こちらが、はい、露天風呂で、あ、この部屋は露天風呂もあるんですね、はい、とでもどうやって出るんだろう、外に。仕掛けがございまして、はい、仕掛け、はい、あ、ちょっと待って、え、待って待って、上がってきた床が、え、あー、すごい、上がってきた。これで向こう側に渡るわけですね。すごい演出ですね。すごいですね。これちょっと下げてみてもらうこともできますか。一瞬でしたね。ここにもお金をかけていらっしゃるんですね。うわー、すごい、ありがとうございます。このお部屋で寝てみたくなりませんか、皆さん。最高級のおもてなしですね、これは。バカラ、いいんですか、うわ、バカラです。バカラ、うるさい、何回も。すごい綺麗なんだけど。これも無料で使っていいんですよね、もちろん。持って帰ったらダメでしょ。ダメ。冷蔵庫は別ですよね。冷蔵庫もこちら込みで、はい、使っていただけます。手作りのジビールが置いておりますので。待って、20世紀梨のチューハイですよ。ちゃんとちょっと地元にこだわったものがね、置いてありますね。飲みたくなる。ありがとうございます。飲むから何まで素敵だか、寝れてるみたい。ちょっとこれって、ここをご利用の方が、今皆様こんな待遇、ちょっとこれ嬉しすぎますね。見せてもらったんですけど、いざ自分が入るとなると違うね。これみんな食べていいんですか、嘘でしょ。ちょっと本当に入っちゃいますよ。どうぞ。いいの、はい、初じゃないですよね、まさか。2人目、2組目このお風呂、信じられます。ミカチャンネルですよ。ありがたや、ありがとうございます。おはようございます。いい目覚めです。ベッドが最高に気持ちよかったです。温泉もね、朝もいただいて、また体もポカポカ温まってるところ、これから朝食に向かいたいと思います。朝食が終わってランチ
じでゆったりとした時間が流れますね。お父さんゆったりだね。ねえ、15億円の上に座ってその表現、総工費を聞いているだけに25億円の上に座っている。これって3万円しかないね。うん、男はね、20億円の賞金にお願いしておる。なんかこうゆったりとした時間が流れましたね、うん、ちょっと時間が止まったような感じだね。うん、来てもらいたいですね。うん、おもてなしもいいし、心も休まるし、この料理を食べたらお金の問題じゃなくなってきたね。また来たいですね。うん、そしたら年に1回、月に1回。おお。でも無理だ頑張ろうね。穏やかな静かな時間がこの1泊2日の流れました。ぜひ皆さん、鳥取県海家温泉に、新しくできた紫雲亭にぜひ来てください。私たちは、私と僕違う私と父親、私のパパって言うとおかしいな、お父さん、ジップ、ジップね、ジップじゃないよ、実の父親お父さんなんで説明